ねえ、大丈夫なの？待ってなさい。すぐ助けに行くから。見た感じ、大した怪我ではなさそうだ。歯が出しながら恐ろしく頑丈と言えるだろう。綱手様、これって…いわゆる記憶喪失ってやつだろうな。じゃあ最悪このまんまってことも…まあ、こっちも文献を当たってみよう。これ最初からこんなんでしたっけ？持ったなんてことは…天からの授かり物だ！もっと寛容に…貧乳…標準サイズだこれ！先輩、寛容に…その程があるわよ。ねえ、本当に何も覚えてないの？でもそれ以上はもやがかかった感じで。ねえ、いいの？本当にここが私の家？生まれてから今までずっとあんたが育った家。いいの？ここってあんたと同じ班のやつの家よ。あ、なんか思い出した？もしかしてその人の名前って？ごめん、なんか思い出せそうな気がしたんだけど。あとあんたと付き合い長いのはサスケくんかな。いつもクールでビシッと黒髪のイケメンで、おまけにチャラ男。今ものすごくそんなイメージがパーッと浮かんで。サスケくんにまでこの反応じゃ。で、どうなんだよ。ねえ、何でもいいから覚えてることはない？みんなのことは覚えてるような、でも肝心なところが違うような。みんなでさくらの記憶に合わせてみるっていうのは。それにしてもなんで俺たちはみんなからこんなに離れて。俺が何をした？全く心外極まる。しっかりして、しのくん。日向様、お気の毒に。でもさくらさんのためだもん。おい、いいの？本当にこんなのが記憶を戻す手助けになんのか。おとなしく付き合いなさい。それでは仕掛まれ。悪いけどここからはバカっぽい感じでいてくれる？できれば笑顔で。あ、俺がなんで？里のこともみんなのこともぼんやりだけど覚えてるのに、なんかいろいろ気持ち悪いのよね。なんで私いきなりあんなところ。よかった、おじさんおばさん。どこ行ってたんですか？どうして泣くのよ。ごめん。いや、それより大変なことが。なんだ、戦闘でも起こったか？ってね、どこ行くのよ。もう待ちなさいよ。あの子たちどうしちゃったのかしら。まさか俺のダジャレが感動的すぎ。ね、聞いてる？帰ろう。なんならあんたが落ち着くまで一緒にいてもいいし。いいの？私のペンダント。おお、いたいた。おじさんおばさん、もうやんなっちゃ。さくら、何か探してんのか？なあ、お前の落としたものってこれか？ちょっと何？私にもわからない。私は多分あなたの知ってるさくらじゃない。やっぱ記憶はあれのままなのね。バしないで、ちゃんと気長に付き合ってあげる。口寄せ？でも樹式も何もないんだけど。ありがとう、こっちでも友達でいてくれて。何言って。消えちゃった。あれが本当だとしたら、私の知ってるさくらは。バカ野郎、この野郎。第2体ルート3、ちゃんと数えて。だって一生懸命だってばよ。オロチマル様のチャクラが頭蓋を通して骨に染みる。宇宙ステイル、少し黙れグーツババア。うるさいわい、ビッグシュノーケル。これごと吹き。めんどくせえからって一気に毒かよ、クソ。俺たちはマスクをつけている。これは毒も通さない対忍び用になってたな。お前が三船か、なぜ忍びにつく？時代遅れ。我らが忠を尽くす者は遥か昔より同じ、ただ一つ。戦場がだいぶ動いてきたね。ならば半蔵殿は。わしがもともと誰を相手に戦っていたか。僕は行くよ。
かつてわしも和を目指し五大国をまとめ忍びの世界を一つにしようとしたことの侍が今やどうなったかお前が一番分かっているはずだ。その忍びさえ淘汰され死ねば何も残らぬ。侍道において人は刀そのものだ。お前ら侍は自ら命を削り消えようとする。噂通りの居合の達人。遥か昔名もなき頃貴殿とは一度手合わせしている。では今度こそ消してやる。残念だがそれはできぬ。自分の死に様も覚えておらぬのか。この俺の顔を忘れたか。貴様は暁弥彦。そして今やなぜこの俺に負けるのか。なんだというのだい。お前の戯れ言はもういい。信念を貫き身を削り己を磨き続けた人。歯に一切の汚れがない。立ち筋が早すぎるのか。鎌倉では残らぬ。人は刀そのものだ。私たちも拙者と一緒に下がり封印の準備をしろ。わしの信念を託す。身を削りその信念を取り戻した貴殿は鎌倉ではなかったようでござる。封印されたか。三船様。